江東区清澄の清澄庭園で秋の紅葉が見ごろを迎えています。清澄庭園は一部が江戸の豪商紀伊国屋文左衛門の屋敷跡と言い伝えられていて、明治時代になって三菱財閥の創業者岩崎弥太郎が買い取り、明治を代表する回遊式臨泉庭園として完成した庭園で、東京都の名勝に指定されています。撮影した11月17日日曜日には庭園内のイチョウの木が色づき、家族連れや友達同士のグループなどたくさんの皆さんが訪れていました。今一番おすすめのスポットについて聞いてみると、はい、今ちょうどハゼが真っ赤に紅葉しているので、一番よく見えるスポットにご案内します。こちらからご覧になるのが一番いいですね。松の緑の中に真っ赤に染まったハゼの木。訪れた人は池のほとりのベンチに座ってのんびりと秋の清澄庭園を満喫していました。また花房センター長は池の水面に映った赤いハゼの木の姿もおすすめだと話していました。清澄庭園では11月23日土曜日に雪吊りの実演のイベントも予定されているそうです。11月23日の土曜日祝日なんですが、伝統技能見学会と称しまして、松の雪吊りを皆さんにお見せすることになっております。時間は12時30分から13時ちょうどまで30分間の間ご覧になっていただくことになっております。 どうぞお越しください。この他にも毎週日曜日と祝祭日にはボランティアの皆さんが案内する庭園ガイドも行われていて、これから紅葉とともにさらに清澄庭園を楽しめそうです。